ショータミュージック。おし、ショータミュージックです。猿の目撃情報があります。今回なんですけども、企画じゃなくて、報告になります。この度、私、翔太は、本気でライバーの活動も始めていきたいと思います。で、まあ、ライバーとは何ぞやって、わからない人のために説明させていただくと、今まで一番主流なのが、17ライブっていう、ライブ配信アプリがあるんですね。で、そちらの方で、ちょっと毎日ライブ配信の方をやらせて、数日後からやらせていただこうかなと思ってます。でですね、まあ今まで僕になかった視点のことをやろうと思ったので、まあ正直それがどのような結果になるかっていうのは僕もわかってません。ただ、本気で取り組もうと思っていて、もう、その SNS の活動、音楽活動での、お仕事だけで食べていけるように、本気で取り組もうと思ってるんで、まあその中の一環として、ライブ配信の方もやらせていただこうと思いました。でですね、この報告に関しては別に17ライブのアプリの方を取って見てくださいっていう宣伝ではなくて、ただの報告と言いますか、まあそちらの様子も今こんな感じだよっていうのもまた YouTube に乗っけていけたらなと思ってるんで、これからも見守ってくれたらなと思ってます。で、今週なんやかんや2日に1遍ぐらいの投稿になってると思うんですけど、まあそれもどうにか変わらず、プラス、ちょっと遅れても3日に1本ぐらいは上げていきたいなと思ってるので、今他の TikTok の方にもちょっと力を入れ出していて、あとは、ライブ活動、あとは、曲作りなど、いろんなちょっと方に時間を割いているので、またその様子も YouTube にどんどん上げていけたらなと思ってます。みんな応援してくれ。そして、母ちゃん、俺、マジ本気出してるよ今。見とってな。よろしく。じゃあね。